Google カレンダーで、予定を追加する場合に、例えば、10時半ではなくって、こうやっていくと今10時半が選択されてますが、10時半ではなく、例えば10時48分から何かをしたい、例えばランチとかね、ランチで10時ってことはないですけど、まあ、ランチにしましょう。で、ランチ、10時48分にしましょうか。じゃあ10時48とこういうふうに入れます。そうすると今10時半のところが選択されてますが、これでエンターキーを押すと、時間がちゃんと実は10時48分っていう細かく入れることができます。これを応用すると大丈夫ですね。普通にこのまま、ドラッグというかこうやって選択して入れると、12時ちょうどとか、まあ、30分単位ぐらいでしか入んないようなイメージがありましたけども、さっき実はやっていて気づいたんですけど、ここで、今12時30だからですね、42分とかにね、ランチと入れると、ちゃんと10時42分にちゃんとここ始まりが動くということになってます。これを覚えておくと便利ですね。全く違う時間でやった場合には出ません。例えば9時のところを選択して、ランチ12時42ってやっても、9時のものが12時42分に動くことはないんですけども、同じ時間帯で時間をずらす場合はできます。例えば10時のところを選んでいて、ランチ10時8分とかね、選ぶと、それは動きますということなので、うまくこれを覚えておくと便利じゃないでしょうか。細かい時間をアポイント取った場合に、細かく設定する場合に、この方法を覚えておくと便利かもしれません。Going 前の言語でした。